病気のために彼は最初の職業の選択に失敗しました。けれどもその代わり、人生の3つの選択の中で一番大切な人生の信条の選択に成功しました。彼の人生の信条は聖書に基づいています。聖書は素晴らしい人生の案内書であり、私たちが人生の価値を判断していくための最も確実な基準です。聖書の言葉を聞いても、初めのうちはすぐにそれを理解することができませんでした。聖書を読むことと、それを理解し信じてそれに従うこととは別の問題です。聖書の言葉は神の言葉なので、人間の常識では理解できないことがあります。例えば奇跡の問題はなかなか納得できません。まして神の一人子が人間の姿をとって、私たちを罪の滅びから救うためにこの世に来てくださったことなどは想像もできないほど素晴らしいことです。彼も聖書の言葉をそのまま信ずるまでに1年と7ヶ月かかりました。皆さんの中に信じられない人がいらっしゃっても、がっかりなさることはありません。その方が優れた常識の持ち主だという証拠ですから。ただ聖書の事実は常識に反するのではなく、常識を超越したことであるとご理解なさればよいのです。彼にもクリスチャンの友達ができました。そしてその友達が自分の体験したことを話してくれ、また彼が信じられるように祈ってくれたのでした。僕は今皆さんにこのクリスチャンの友達が僕に語ってくれたことと同じことを確信を持って言うことができると思いますね。僕はクリスチャンになるまで人生の目的が分からなかったです。僕はクリスチャンになるまで人生の本当の喜びを知らなかったです。そして僕はクリスチャンになるまで罪に汚れた生活を送っていました。けれどクリスチャンになってから人生の目的が分かって、人生の本当の喜びが分かって、罪に打ち勝つ力を神様から与えられるようになりました。このクリスチャンの友達に感謝して一つの歌を作りました。雪降る夜という歌です。静かにイエスの御声を聞こう。雪より白く罪の汚れを清めてくれたイエスの御声。雨降る夜はふるさと忍び、信仰の共に頼りを囲う。涙を流し祈ってくれた優しい友の愛の印に、星降る夜はギターつま弾き、御神の技をたたえて歌
望の光輝く世界、希望の光輝く世界。